久保さんまあ柔軟に対応するっていうのは大事ですね。まあ今回硬くいきましょう。硬く。硬いと。ガチガチに硬いと。あのー、結構ね、まあ久保さんもまあ知ってると思いますけどみんなまあなんかブレるじゃないですか。ブレますよね。なんか一つ形にしてない。一つ固めてないのに。まあ硬い。一つ固めて、 余剰ができてね余力ができて次行くんだったらまあいいんだけども一つも固まってないあれもこれもあ,あ,あっちこっちっていうどうすか久保さんだいぶ見てきましたねあれもこれもっていう一個も形になってない一個も固まってないっていうで久保さんもなんかねいろいろやってきたと思いますけど少なくても情報をこう発信する YouTube でこう発信するライブするとかはずっと固まってると思いますよ もうずーっとやってますよね。い <laughs> ま<未>だに。いまだに YouTube ライブもやってるでしょ。ね、Facebook ライブはもうやめたのかな。Facebook ライブも4000回ぐらいやってたんでしょ。そう。だ僕は最近ライブはね、有料ライブに変わりましたけど、無料ではもうほとんどやってないんで。うん。そう。でもまあ、YouTube の動画はこう作り続けてますけどね。まあ、ブログも書き続けてますけど、まあ、ここは硬いですね。うん。 で、なんで硬いのかっていうとここはもう柱なんでここさえまあここさえやっとけば何とかなるしここさえここをやらなかったら何ともなんとかできないんですよ例えばいきなり商品売ったら売れないですよ常にこう発信してる例えばなんだろうなイメージとしてはうんいきなり10年前のね友達から電話かか,かってきて「おお久しぶり」と「どうした?」みたいな 久しぶりだなみたいなえ10年前の友達からいきなり電話かかってくるんですようん誰もしもし「わあー久しぶり」みたいなで話盛り上がったとするじゃないですかちょっとイメージしてほしいんですけど話も盛り上がりますよ「お何してんの今」みたいな「あそうか」みたいなで最後あのちょっとこれあの今回電話した理由は実はあの最近ネットワークビジネスやってんねんと これめっちゃいいから入らない。ガチャンですよね <laughs>。10年前にいきなり、10年前の友達からいきなり電話かかってきたと思ったら最後、結局ネットワークの勧誘があったっていうね。これ結構きつないですかいや、でもね、100分ずつって毎日会ってる。毎日会っててね、毎日遊んでる。であるならば、もう最近俺このおネット、ネットワークやったん,やってんだけど、 もう、それは知ってるよ、もう毎日会ってんだから、みたいな。どうそれみたいな。お結構いいよ、みたいな。お前もやるみたいな。もう結構、今月こんぐらい稼げてんだけどと、とマジでみたいな。俺もやってみようかなってなるかもしれないじゃないですか。毎日つ,つるんでたらね。でも、10年前にいきなり友達から電話があって、ネットワークビジネス誘いで、まあまあきついっすよ。な要は何かっていうと、動画をこう発信してね、常にこう発信していくことで、なんかあったときにまた、なんか、 かかあった時とかね自分が商品を売,り売るタイミングで売れるわけですよ。でもこれやってなかったら売りづらいんですよ。うん。だからまあ僕はまあずっと発信しますけどね。うん。商品を売らなかったとしても発信するし、特にこの億万長者合宿なんかもうね、合宿終わってんですから。終わってて商品売るものないんですよ。最初は億万長者合宿を売るために始めましたけど、もう売って3年経つんですよ。ね。売って3年。<laughs> 何なんだっていう何なんだこれをやると。何でこれやるまあいろんな理由はありますけどもやる理由の一つとしてそういうことも入ってるってことですね。いろんな理由はありますけど。うん、まあか硬いですねここは。折れないですね。うん。いってらっしゃい。